アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金牛宮を抜けて第三の宮、掃除宮にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除宮。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミウとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていたが、神の罰を受けたのはお前の方ではないのか。サガ、アテナを殺し、サンクチュアリを乗っ取るという愛された野望に敗れたお前は天罰を受け、自ら死を選ぶに至ったはず。それが今またこうしてハーデスの倉庫となり、スペクターの先陣に立って悪夢のお命を狙いにやってくる。サガラ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。黙れ。その悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガを、アテナを死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除宮を守っている。一体誰の許しを得たのだ。マスクを取って答えよ、我が弟カノン。もちろんアテナのお許しを得たが。バカな。アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。アテナはスニオン岬の岩の上、そしてポセイドンの海底神殿で大いなる愛を見せてくださった。心の中の悪を全て洗い流し、この罪深いカノンもお許しになられたのだ。これからはアテナのため、正義のため戦いに来るのか。邪悪の輩はこの掃除宮から先の一歩も通さねば。覚悟しよう、サガラ。私がこの佐賀に通用するか。はいと。アテナを見えろ。この掃除機を絶対に倒さん。お前の薄っぺらな忠誠心、この佐賀が剥がしてくれる。カノンが今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどと超千万。逃がすまでは終わるんだ。正義のために泣き出したら戦いを頼み、お前の心は悪に一つ重なっていない。決して拭うことなどできる。俺は若手が一番よく知っている。お前が知っているのはジアサムでもないの私だ。私は生まれ変わったのだ。サガヤ、ソーラ、最後を見せてやる。お前には私は倒せるのだ。アテナに代わるお前には、そのやりたい名前を取り、レゴーがウィナー。アテナを裏切った罪は重いぞ、サガ。百分の一も力を出しておらんのだから。カノン、お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。それにしても、あいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたと、
まさか、まさか夢にも思わなかったぞ。だが、お前が本当に悪の心を捨て去り、純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ、カノン。白陽宮にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い、動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？十二宮の日時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃ。まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして嵯峨の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、アリエスのシオンよ。我が体温あるし、アリエスの死を。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな、幻よ。何？わしがなぜ日時計に点火させたと思う？お前たちの命などあの日時計が消えるまでの幻。それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行け、ムーよ。お前はすぐさま嵯峨たちを追うのじゃ。戦うつもりか、どうこ。老いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、老師。お前は死竜。老師、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。このシリ、全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。ファイト。うろたえるな。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって、一体何を。どちらも戦うの正義のためだ。たかが雑魚といえども、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやる。そうはいかん。春麗に言うところのことがないように言いおいたはず。不自由な目をしてなぜ動いたのじゃ。どうしよう。それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危機に、なぜ私たちブロンズをのけものになさるのですか。すべてはアテナのブロンズだ。答えるな、小僧ども。逃がさん。
仮に無戦意と名乗る者がこの程度、それともゾウトに泣きついてクロスを恵んでもらったのか。俺の昇竜の者だ。登山昇竜命の呪文必要かも。ウィナー、その程度で竜の鱗は剥がせる。どうし、申し訳ありません。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュー。アテナにはわしからお詫びしておこう。して仲良く司会へ送ってくれるわ。しおいよ、わしがなぜ243年間も五郎法の大滝の前に座したままだったと思う。なんだ、どうこの体から立ち上るこのコスモ。何？どうこの皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。どうこ、243年ぶりにライブラのクロス装着。いずれ来る最悪に備え、アテナよりミソフェサメノスを施された。わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。シリューよ、早々にムーの後を追い敵を蹴散らせ。行くぞシオン、ここでわしがお前を止める。243年ぶりの決着をつけようぞ。どうか往生してもらうぞ。ファイト。さあシオン、これで全て対等だ。243年前と同じようだ。意味だ。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。シオンと対等になったのか試してやるぞ。喰らえ、どうこ。若返ったわしの力をアナドラの方が良いぞシオン。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。今一度死んで昔のシオンに戻れ。なんという凄まじいコスモ。あの老いぼれから発せられたものと。何の影響にしたコスモ。今のお前はこの若き日のハーモニーかライブラの道具シオン。おやむみんな、ようやく決着がついたのシオン。まだまだ若いもんには負けない。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれはドーコが若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。
喰らえ道後。バカめ、自ら消滅を望むかシオン。ロシとシオンのコスモが